T-Rex とは、カナダのカンパーニャモータースが製造するミワ自動車である。元レーサーで F1 のメカニック経験もあったダニエル・カンパーニャは、1990年にカナダ・ケベック州にカンパーニャモータースを設立、1994年に T-Rex のコンセプトカーを発表し、1996年より販売を開始した。 マシンの構想及びプロトタイプ製作は彼自身の手で行われ T-Rex を創造するのに会社設立以前から通算して8年以上を費やしている。乗車店員は2名。車体は鋼鉄製のチューブフレームに FRP 製のボディパネルが仮装されており、車体重量は 472kg となっている。全2輪、51輪の車輪配置で、 並列複座の背後に搭載されたオートバイ用エンジンが後輪を駆動する MR である。そのスタイルは一見ロードスターに近いものであるが、標準モデルではドアはロかフロントガラスさえ装備されておらず、非常にスパルタな仕様となっている。ただしイモビライザーは標準装備されている。またスパルタに差は外観だけに留まらず、ブレーキはウィルウッド。 ホイールはレーズや円形のモデルが設定され、さらに動力として2007年からの T-Rex14R は川崎 ZZR1400 と同じエンジンが搭載されており、その出力はラム化球時には 200PS を超え、車重の軽さも相まってわずか3.92秒で60マイルパーアワーまで加速する性能を有していた。 現行モデルの T-Rex16S ではエンジンを BMW K1600 の並列6気筒に変更、バックギア選択をボタン式に変更、USB 対応オーディオが標準装備されるなど細かなグレードアップが行われた。馬力は減少したがトルクがアップしており、BMSKP をはじめとした BMW の電子、制御システムや燃料カットオフ機能がそのまま使われており、 利便性が向上した。T-Rex は販売開始以来幾度かのモデルチェンジを実施しているが、エンジンユニットの変更が主であり、ボディスタイルなどの基本的な構成に変化はない。エンジンとトランスミッションや制御システムはベースとなる車種からほぼそのまま流用しているが、バックギアのためにトランスミッションは改造されている。生産は全てカンパーニャの工房にて、ハンドメイドで行われている。 2010年より年間の生産台数を50台に限定した特別使用車 T-Rex-14RR が存在する。ハーレー・デビットソン社の V ツインエンジンを搭載し、クラシカルな外観にした V13R もある。ありがとうございます。